これはローゼンシル姫、こんなところにいらしたんですか。パーティーの途中で姿が見られなくなったので皆さん心配していましたよ。あなたはクルーガーです。以後お見知りおきよ。ところでどうなさったのですか、こんなところにお一人で。どうやら私は嫌われているようだ。嫌っているわけではありません。ただ今は一人でいたいだけです。これは失礼いたしました。王はご病気でいらっしゃるし、婚約者のアルダンもカコンシスに敗れた責任を負われ、お優しい姫が心を痛めないわけがない。だが私にはそんな資格がない。この歯がゆさが私を激しく苦しめるのです。クルーガー将軍、これはこれは、私としたことが少々取り乱してしまったようです。どうか忘れてください。私はこれで。ランフォード様、作戦通り我々はここで。頼んだぞ。成功すれば連中を一網打尽にできる。はっ、お任せください。期待しているぞ。お待ちください、ランフォード将軍。アルダン卿、石膏部隊の隊長は私に務めさせていただきたい。しかしアルダン卿、石膏部隊は危険は承知の上だが、私にも名誉挽回のチャンスが欲しいのだ。このままでは私は一族の恥。それに分かった、石膏部隊は今日に任せる。あとは私の副官エミリーの指揮下に入ってもらう。感謝いたす。手柄を焦って危険を犯すような真似はしないでくれ。その忠告ありがたく聞いておこう。エミリー、私は本隊へ戻る。ここの指揮は任せた。必ずやカコンシスを倒してみせます。あなたがランフォード将軍の副官エミリー殿ですが、失礼ですがあなたの家柄を教えていただけませんか。私の指揮をする者の生まれを知っておきたいので。私は孤児ですので生まれまでは。なんとランフォード将軍ほどの高貴な生まれの方がそのようなものをそばに置くのか、正直信じられん。しかし軍の中では私があなたの上官です。私の指揮に従ってもらいます。そなたが大貴族である私よりも司令官として優れているとは思えんが。これはランフォード様のご決断です。それともあなたが将軍のご決断に不満があるというのですか。わかった、それならば受け入れるしかあるまい。何なりと作戦を申せ。報告いたします。敵は一万ずつの二手に分かれ、こちらの左右へ回り込むように進軍しています。なるほどね。で、敵の大将がいる本隊はどちら側から来るかな。北西から向かってくる部隊に連邦のランフォード将軍の姿がありました。おそらくそちらが本隊だと。ランフォードか。東からの部隊は将軍の副官が指揮しているものと思われます。距離からして我が軍はちょうど中間に位置する形です。グズグズしていると攻撃される。よし、我々はランフォードのいる本隊の方へ打って出る。うまくいけば公園台地を先に抑えられる。
あそこの地形は守りやすく、攻めるに堅い。君たちはもう一方の敵左翼へ向かい、その石膏部隊を叩いてほしい。なるほど。石膏を潰されれば後続部隊に警戒心を与えられる。さすがに飲み込みが早いね。僕の見立ては間違えていなかったようだ。やってもらえるね。はい。石膏隊を撃破した後はそのまま左翼の後続部隊の監視に当たります。何かあったら善意の鏡を使ってくれ。はい。では、彼が敵左翼の進軍を遅らせてくれれば、我々が攻撃されるまでの時間が稼げます。しかしその間に、なんとかランフォード将軍の本体を破らなければなりません。そうなんだ。反日で勝負をつけないと攻撃されるだろうね。そうなったら我々は全滅だ。港町を戦場にしないためには仕方のなかったことです。すまないね、危険な作戦にしてしまって。そんなことはありません。帝徳の下で働けることを誇りに思っていますから。なんとかやってみるよ。とにかく急いで進軍させよう。Thank you.
避けようとすればここにしか通る場所がない。どうやら来たようだ。よいか、気をつけて進め。お、はっ、隊長、敵です。ついに出番か。よし、火薬はそのまま道沿いに進め。はっ、武力は山を迂回して敵に向かえ。了解。どうやら連中は立て、ここを通るという読みは当たったみたいですけれど、どう戦っていいのか分かりにくいね、ここって。何を言われるか、姉上。臨機応変に作戦を立て、敵を打ち破ってこそ我々の強さを証明できるのです。とにかく敵に警戒心を与えることが目的よ。だから敵の隊長を倒しましょう。別に全滅させてもいいんだろう。そうだな、無理はしなくていいぞ。誰に言っているのかな、兄上。華麗に勝利してみせよう。平民どもに指揮を取らねばならんとは、耐え難い屈辱だ。Yeah.
の下船者どもを始末してやる。
Yeah.
Yeah.
くれ。Yeah.
Yeah.
あとはあの隊長だけだ。バカな、この私の采配よりも奴らの方が勝っているというのか。剣を振るとは、貴様ら平民は何をやってもこの私には勝てんのだ。のものとはいい、姫君に手を挙げるのは心苦しい。やったぞ。汚名を晴らすつもりで手柄を焦った報いが、私ばかりでなく部下の命まで奪ってしまった。どうやら私は将軍の器ではなかったようだな。ロボゼンシェルべき姫。敵の左翼側石膏部隊は全滅だな。あとは後続隊の出方を見るか。
石膏部隊を叩いてからもう半日以上経つ。それなのに敵左翼本体の影さえ見えない。それは敵が警戒して更新が遅れているからではないでしょうか。おお、さすが我が愛しの姫君、見事な推論。どうもそうじゃねえみてえだぞ。さっき俺が偵察に出た時もどこにも敵の影は見えなかった。仮にどこかに隠れているとしても1万もの兵だぞ。ではどこへ行った。それは、どうやらウィラー提督に報告した方が良さそうだな。この土地を先に抑えられたのは幸運でしたね。おかげで連邦軍相手にほとんど被害が出ておりません。後方からも敵が迫る気配はない。彼は働きのかいかな。おっと、噂をすればってね。いや、君たちのおかげでこっちは順調に進んでいるよ。それどころじゃありません。どうも様子がおかしいんです。え、何が変だって。敵の石膏を叩いたのはいいんですが、その後方にいるはずの後続部隊がいつまで経っても見えないんです。左翼の本体が来ない、そんなバカな。それでは何のための石膏だか。ダンフォードね、やってくれるな。よく知らせてくれた。連中は石膏さえも陽動に使ったんだ。何ですね。今頃左翼の本体はそのまま南下しているはずだ。ということはカゴンシス王女。うん、セレナ将軍、君は早馬を率いて城へ戻ってくれ。うまくいけば途中で叩けるかもしれない。細かい作戦指揮は君に任せる。は、命に代えましたね。君たちの城へ向かうんだ。王城が危ない。わかりました。これよりカゴンシス王城へ向かいます。さすがオランフォード、道理で消極的な戦いをすると思った。だが私にだって信頼できる仲間がいる。そう簡単に勝たせはしないよ。報告します。副官のエミリー様より陽動は成功、城へ向かっているとの伝令が入りました。そうか、連中め陽動に引っかかったようだな。しかしその際にアルダン公爵が戦死なさったとのことです。アルダン卿が戦死だと。本国に伝令を送り、アルダン卿の戦死を伝えよ。我々の作戦を成功させるため見事な働きをしての最後だったと。はっ。アルダン、まさかお前を死なせることになろうとは。この戦い負けられんな。全軍に通達、防戦はこれまで。これより総攻撃を行う。おお、